さんキッチンです。前回の失敗しないオーブンで焼くハンバーグの作り方見ていただけたでしょうか。今日はその続編、ソース編でございます。それではやってみます。始まり。オーブンで200度10分で焼いたハンバーグが出てきました。ここから仕上げていきます。お家にある調味料で簡単にできるソースです。お醤油、みりん、お好みソース、トマトケチャップ。フライパンに入れます。火にかけます。ちょっと煮詰めます。基本これで出来上がりです。すごいでしょう、すごいでしょう。これをね、ハンバーグにかければいいだけ。これが一番簡単ですね。でプラス、もしねちょっとひねり技効かせたかったら、からしをね混ぜてみると、わさびを混ぜてみるとか、そういうことするとパンチが効いて美味しいですよ。2つ目、手作りのバーベキューソースを買ってみましょう。この手作りのバーベキューソース、冷凍して保存できる万能なタレです。焼肉の時の焼肉のタレの代わりにもなるし、野菜炒め、これで味付けしてもとても美味しいです。ステーキの焼く時の仕上げのねソースにもなるし、おすすめですよ。皆さん作ってね、瓶に入れて冷凍庫に、ね、保存しておくことをおすすめします。材料はフードプロセッサーにかけます。ドロドロにします。鍋に全部入れます。火にかけます。途中ね、玉ねぎとニンニクに火が通ってくるとアクが出てきます。気になるのでね、若干すくっときましょう。玉ねぎやね、ニンニクに火が通ればいい。できたら瓶に移しときます。さあ、これで出来上がりです。焼き上がったハンバーグに作り置いておいたこのバーベキューソースをかけます。今日はそれプラス生の刻んだトマトを乗せて、もう一度オーブンに入れて焼きます。トマトが若干焼けて、タレがね温まればいいだけですから、もうちょっと焼いてみてください。仕上げにね、緑のものを散らしましょう。これはネギです。するとね、見た目もね食欲アップ度増しますから。さあ、バーベキューソースで仕上げたハンバーグです。次にきのこのソース、和風ですね。きのこのソースを乗せたハンバーグです。きのこのソース、これも作ってジップロックに入れて冷凍保存可能です。きのこのソースですね、これはね、またもやね万能ですよ。これを使い回すこと可能でございます。冷ややっこや湯豆腐やそうめんの薬味としてこれを使うっていうことできます。美味しいです。麻婆豆腐のベースの代わりっていうんですかね、崩したお豆腐と一緒に炊いてみてもいいし、戻した麩と一緒に炊いてもきのこの麻婆豆腐。仕上げにね、あの水溶き片栗粉でとろみをつければちゃんとしたおかずになります。今度はご飯、溶いたご飯の中に一緒に入れて炊き込むと炊き込みご飯ができます。きのこの炊き込みご飯、もともとねきのこには味がついてますから、入れちゃうとそれで立派な炊き込みご飯になります。ぜひね、このきのこのソースもチャレンジしてみてください。これはね、自分が持ってるきのこ、えのき、しいたけ、しめじ、まいたけ、なめこ、なんでもいいです。これをフライパンに入れます。調味料はお醤油とみりんとお酒とお砂糖です。火にかけます。しなっときのこがしてきたら、それでできちゃいました。調味料を入れる割合ですね、もしどのくらい入れたらいいか、いろんなおかずを作るときにね、どうもわからないっていう人は、何でも1同量ずつですね、同量ずつ入れてみてください。このきのこのソースですね、お醤油もみりんもお酒もお砂糖も全部同量ずつ入れることから始めて作ってみてください。で、できたら冷凍保存しておく。こういうふうな使うときにカチカチでもいいです。カチカチをね、熱いそのハンバーグの上に乗せて、またねグリルで焼いてるうちに解凍されますから。さあ、またもや200度のオーブン、10分焼いて出てきたハンバーグです。きのこのタレを乗せて、またオーブンで200度10分焼きます。で、またね仕上げに緑のものを乗せて、これはね韓国産の粗挽きの唐辛子、これはねちょっとアクセントに混
せてみました。さあ、いかがだったでしょうか。今日はハンバーグの仕上げのソース、一番簡単な調味料あるもので作るソース、バーベキューソース、キノコのソースの仕上げ方をご紹介しました。さあ、これでやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。